解説します。はい、じゃあ、グレード試験の問題ですね。8分の、じゃあこの違いもちょっとお話します。4分の3と8分の3ん違うな8分の6と4分の3っていうのがあります。で、下が一応音符になってます。まあ、音符の拍っていうかね、まあ、これ数ですね。上が数です。なので、まあ、1小節とかそのくくりの中に四分音符の拍が、まあ、3つ分ですよっていう、まあ、こういう感じですね。四分音符の拍は3つ分っていうのが4分の3です。で、8分の6は8分音符が実は6個なんですね。はい、まあ、大体こういう風に書いたりするんですけども、なんで8分音符が6個っていうところで大きく違います。そうで、そうですね、なんで基準が違うんで、123456123456っていう風にリズムを取っていくか、123123123で取るかの大きな違いですね。じゃあよく言われるのが、こうか、まあ大丈夫か、そうだね、8分の3と8分の3、うん、なんでその数え方が違うっていう感じですね。そうですね、なんで楽曲の中で、どういうリズムで取るかによってこれが変わってきます。なのでポップスとかでもあんまり8分の6ってなかったりとか、うん、たまに出てきたりするんだけど、その場合は基本的にはまあこの 1,2,3,4,5,6 で取るか、あとよく言われてるのは8分の6は2拍子で取ってくださいとか、うん、っていう風に呼ばれてます。なんで、まあ、ここ1、まあ、指揮者なんかだとこう1212でこう振ったりする方も多いです。うん、その中に123123123123って感じですね。で、余談を話すと、いっぱいこれあるんですね。8分の6もあるし、8分の9っていうのもあるし、8分の12っていうのもあるんですね。で、この先生も聞いた話なんですけど、3連符を書くのがめんどくさい場合、あ、そっか、3連符3詳しくなっちゃうね。まあ、3連符っていうのもあります。ちょっとここから先余談で聞いてくださいね。一応話しちゃったんでちょっと話しておきます。こんなしょとりあえず、今回は8分音符の拍が6個ですって大丈夫です。はい、で、これプラスアルファです。プラスアルファで、まあ、例えば4分の4拍子で、3連符3連符が一拍の中を3等分してくださいっていうのが、3連符なんですね。で、例えば楽曲の中でこういうのがあります。4分の4で3連符が4つですっていう。で、ここが8分の12になって、123123ってこうなった時に、実はこれテンポが一緒だったら同じなんですね。はい、で、なんでこういう書き方するかっていうと、この3って書くのがめんどくさかったからっていう、そんな風な捉え方っていうのもあります。はい、まあ、これ余談です。まあなんとなく頭の片隅でどっかで、あ、そういえばそういうこと言ってたなみたいな覚えてもらえればいいと思います。なんで、まあ、今回8分6っていうのは8分音符の拍が6個っていうところですね。以上となります。